皆さん、毎度毎度、人生頑張るな。まあ、こんなこと言うとね、先輩方にね、なんだめその余ったらだ考えはなんて言われるかもしんないけど、そういう先輩方に聞きたいのはね、頑張って仕事してきたのってことだよね。多分、頑張ってないと思うんだよね。頑張ったとしたら、お金使わないで借金を早く返すとか、売り上げが少ないから、耐えて、あの、嘘食に耐えるとかね、無駄遣いしないようにするとかね、そういうのは頑張ってるかもしんないよね。 頑張るっつうのは、いやいやさ、やってるわけでしょあんな、いやいやさ、ロット巻き巻いてさ、上手くなるかってことだよね。だからね、パーマー負けない、ロットが負けない。頑張ったという表現より、今自分はそれをやらなければいけない。やらなきゃ国家試験受かんないわけだからね。で、今度はある程度負けるようになってきてね、今度は早く巻きたいとなるとね、今度は、頑張って早く巻くというより、人に勝つために練習する 楽,それ楽しいから練習する。人に勝つのが楽しいから練習するっつうのカットもね、お客さんを綺麗にしたい。お客さんを喜ばせたい。だから頑張って練習するって感じじゃないんよね。いろんな情報を集めるっていう感じかな。か努力して集める。頑張って集めるじゃなくて、楽しいからいろんな情報を調べて、集めてね、いいカットにならないか研究すると。これやっぱり頑張るっていうより楽しいからやってるっていう感じだよね。もしかすると、 人生は頑張らなきゃいけないって、その、頑張るっていう言葉をキンクにしたら、なんか違う人生が見えてくんじゃないかなと。頑張っちゃダメなんだよ。楽しいことだけやりゃいいんだよ。何を我慢するっつったら、お金がない時お金使わないように我慢するとか、だから、食べ過ぎたら腹が出るから我慢するとか、そういう使い方でいいんじゃねえの我慢するっつうのは。 だからお店をやっててね、お客さんが来ない、まあ、お客さんが来ないで暇を我慢するっつってもね、これあんまり我慢したゃいけねっていう場合もあるよね、我慢するんじゃなくて、まあ、考えて集客するったってねうん、集客しようがないんだよね、美容室って意外とね、あの唐辛子かなんか載せる以外し、今、集客方法ってないよね、あとはもう安売りのビラ配るぐらいしかないけど、まあ、これからの美容業ね、 やっぱり集客ご新規様欲しくてね、安売りはすべきじゃないよね。ここでね、お金に絡むとやっぱり頑張るってやんのかね頑張って安くやるとかね。あと時間だよね。時間がかかっても頑張って我慢するじゃないけどね。でも今思うとね、時間のかかるお客様って、で同じ単価でやってると時間泥棒だよね。まあ安くやったりするとそういう時間泥棒が来るんだよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。